松潤さん、こんにちは。今日も動画を送っていただきました。私ね、いろんな動画を見る中で、松潤さんのね、動画を見る中で感じたんですけども、サプライズプロポーズをする時のシチュエーションって、いまいちちょっとね、浮かばないんですよね。例えばどんなシチュエーションで音楽を送るっていうふうなことがね、自然な流れでできるのかなとか、それとも、今日は音楽を聴いてくださいっていうふうに、最初にもう告知しといてね、それから、ことに当たるのか、どんな感じなのかなと思っちゃうんですよ。よくドラマなどで、まあ見たことないですけども、想像するにあるのは、まあ普通にデートをしていてですね、そして二人で歩いていると、食事の後など歩いているとね、まあホテルの1階とかになんかピアノが置いてあるぞみたいな、でそれを見かけて、あ、ピアノだみたいな感じでね、で女の人が、あ、ピアノって珍しいよねみたいなことになって、ちょっと弾いてみようかなって感じでピアノに手を伸ばして、女の人は、え、この人ピアノなんてできるのかなっていうふうないぶかしげな態度で見ていると、そこでポロロンと弾き始めると、結構上手だなってことになって聴き惚れていると、曲が始まってくると。なんともうっとりした曲で、女性の方が笑顔で聴いているとね、曲が終わりました。そして何々さん、結婚しましょうかみたいなことをね、言うと感動するのかなと思っちゃいますけども、そのぐらいしか私浮かばないんですけどね。まあいろんなシチュエーションを見てこられたと思うし、いろんなシチュエーションをね、まあ松潤さんも想定しておられると思うんですけども、この辺、今日はこんなパターンがあります、今日はこんなパターンです、今日はこんなの見ましたとかね、なんかそのそういったね、実例などあるともうちょっとイメージ湧きやすいのかなとか思ったり、まあそもそもね、今ね、男女の出会いの場っていうのがなくなってきてるわけですよ。自然恋愛は昔も今も変わらないそうなんですよ。自然恋愛ね、それは恋愛強者と言われる、どこでも出会いを見つけれる人は昔も今も変わらないそうなんですよ。問題はですね、お見合いですとか誰かの紹介で、まあ半ばね、強制的に制度的に男女が会う場を作ってきてくれた、そういった時代がありましたけども、今はそれがないんですよね。近所のおばちゃんがこの子どうって持ってきたりとかね、あなたはもう40過ぎたんだからそろそろね、相手を探しなさい、もちろん18、20歳の娘ってわけにいかないよ、まあ年の頃そうだね、32、3になるけどね、気立てが良くて優しいんだみたいなところで始めるわけですよ。でそういったシチュエーションの中で出会いの場っていうのは昔あったわけですけども、今はなかなかね、そういうことをね、近くの人に気を回してくれる人もいないですし、近くの人に気を回している自分でもないのかなと思うんですよ。まあそういう中でね、松潤さん、男女の出会いの場っていうのはどういうふうにそもそも作っていけばいいのかなってところも、まあちょっと気になるところですよね。ということで今回はですね、松潤さんに Q&A ということで2つぐらい聞いてみましたかね。1つは、まあピアノを弾いてプロポーズっていうシチュエーションがいまいち浮かばないんですっていうこと、それが1つ目。2つ目は、そもそも男女の出会いの場って私たちはどこにあるんでしょうかみたいなね、ことでございます。この二ついかがでしょうかね。まあこういったのもたまに松潤さんなりの視点で語っていただくと、もうなんかね、いいコンテンツに仕上がるんじゃないかなと思います。はい。じゃあサムネイルの方ね、引き続き頑張ってみてください。では、いってらっしゃい。